天月属は、単子葉植物、カヤツリグサ科に属する植物の一群である。一年生、または多年生の双本で、天月、ヒデリコ、ヤマイなど、目立たないが、ごく身近な植物も含まれる。多くは株立ちになる双本で、匍福系は出さないものが多い。根室葉を出し、葉は、ごく細長い。根室葉の養身が耐化して、鞘だけになるものもある。家系は、 節がなく、枝分かれせずに伸びて、先端に果樹をつける。まず、家計の先端には一つのコボがつく。それ以上の分子がなく、コボを一つだけしかつけないものもあるが、多くのものは分子をして、多数のコボをつける。穂の基部から一、数個の枝が横に伸びてその先にさらに、コボがつけ、これを繰り返すと、線香花火のような、火花が飛び散ったような果樹が出来上がる。果樹の基部には、 紅葉がつくが、あまり発達しないものが多い。このは、普通は、片が螺線上に並んだ、どんぐりのような形の場合が多い。臨片と果実は、熟すると脱落するので、次第に、根元の方から正軸が露出する。臨片に包まれた花には、可比に当たるものはなく、おしべとめしべの実が含まれる。ただし、おしべの花糸は、扁平なので、果実が熟したものでは、 花弁のように見えることもある。多くのものでは果実はトーラン型で中東がその先端から伸びる。中東の基部が膨らみ、その基部で離脱するのが天月属の特徴である。果実は硬くなり、表面に特有の凹凸を持つものがある。天月とその近縁種では格子状の溝があり、白っぽく熟する。ヒデリコの場合、薄茶色になり、表面には 半球形の盛り上がりが散在する。青天きの果実は細長くて、側面のあちこちから釘の頭のような突起が突き出す。金縁属の旗ヶ谷属のものは中等気部で離脱しない。湿地から普通の野原まで生育する種があり、一部は海岸に生育する。天きバリエーション。天ー T 小山は、穂の高さが50センチメートルにもなる草本で、やや湿った草地に生える。 水田では、あぜ道や、周囲の草地で見かけることもある。全体に毛が生えている。中東は平らで先端は二つに分かれ、基部の円には、毛が生える。果実は白く熟し、表面には、格子模様の溝がある。本州南部以南では大柄で毛の少ない変種、クグテン付きがある。やはり湿った草地によく出現するものに病がある。茎の先端に、 大型のコボが一つだけつくという、天月族では例外的な姿である。水田でよく見かけるのはヒデリコである。コボは丸くて小さく、数が多いので他のものとは区別がつきやすい。葉は左右から扁平な剣状で、それが並んで生えた根元は平らになっている。メアゼ天月は水田や湿地に生える小型種で、メシベの基部に毛を密生して、 それが果実を覆うようになっているのが特徴である。青天月は特に干上がった池の底の出地によく発生する小型種である。コボは丸っこく、果実は細長くて円に沿って釘の頭のような突起がある。海岸に生えるものもある。ビロード天月は砂浜に生える種で全体に毛が密生する。磯山天月は海岸の岩場や草地に生え、岩場では背が低く、 密な塊になるが、草地ではまっすぐに立ち、50センチメートルほどになる。この種は、沖縄では干潟に生えて、葉身がなくなり、太いか何かのような群落を形成する。これを、島天月という。潮風天月は、多数の細い葉をロゼット状につける。ありがとうございます。